YouTube の FC 東京チャンネル勝手に撮ろうぜの回なんだけど、勝手に撮ろうぜ見てるこれ、みんなどう、視聴率いい、視聴率悪い、視聴率悪いんだこれ。これやっぱ俺らとか出てあげようっていう、そう選手のプライベートを探ろうみたいな回だから、うん、まあ結構ね、もうフル株だから、だいぶね、俺めちゃめちゃフル株、2番目もう、いや3番目ぐらいだね、でも4かな、モリ君がいて、ケイゴ君、ケント君、俺マジでマジまだ18ぐらいのイメージだ、お前一生若手1年目の印象から変わらない一生若手相当年食って、もう6年目だから、中堅だね、それは。6年間一緒にいるんですよ、森君と。きついわ、きついな。ロッカーの隣、いつかだったっけ、ソータ君、俺最初ソータ君って書いてたんだな。そう。で、俺がソータ君のところに入って、そう。え、ずっとあそこなの？俺ずっとそことかだって。あ、じゃあ俺が来たんだ。森君が移籍してた。俺が来てます。なんかめちゃめちゃ占領してきますけど。なんか使おうよ。はい、どっか汚いみたいに言われるけどさ、俺ら。いや、ほんとに俺ら。最近最近はもう、きれいにしてるよ。意識して。さっきも水捨てたしね。水捨てた。みんながね、捨ててないやつをね。みんなそれ置いてくからね。そう。俺らのせいにしてね。うん、でもマジで、ね、そのロッカーは、なんか1年目とさ、若手は結構この入り口が入った方に固まるじゃん。うん、いや、俺そっちにいたんだよ。あ、そっちにいたんだっけ。あ、そうだ、森くん。逆に、若手の中に森くんいたんだ。話し相手いなくなったから、そうだそっち行ったんだよ。だから最初で渡るとかさ、うん、タスクとか野崎秀とかさ、うん、そう、みんなこう固まってたのに、タスク隣だったんだよ。俺もそっち行くかなと思ったら、ロコ行って名前見たら、いきなりカジ君とソーダ君とアフリアさまです、ね、地獄だね。いやマジで緊張してた。緊張すんのお前、なんだかんだ、なんだかんだ敬語使ったことないじゃん、先輩に。あるよ。いや、敬語知らないでしょ。あるよ。ケンタさんのタメ口じゃん。タメ口はできない。それそうだけど。たまに。たまに。あ、あ、うん。あ、うん。あ、えみたいな。はいじゃなくて、えみたいな感じするでしょ。いいです。今日も違う。今日も違う。えみたいな。ヒヤヒヤする。ちょっと助け舟出した。全部助け舟出した。何してんの最近。最近ね、何ハマってんの？ちなみに鬼滅の刃してる？俺最近。いや、俺の方が先にしたんだけど、森くんに俺それどうなのって面白いんですよ。そうだっけ。なんか自分の方が知ってますみたいな。最初面白いって聞いて、あ、じゃあ漫画買うかってなってたんだけど、まだ面白いかどうか分かんないから、それを隣に、俺がそのロッカーでその話してて、で隣に俺いて、いや、でもネットリックスでその動画途中までなんてやってる。そう、言ってた。あれ、お前なの？教えたじゃん。え？結構みんなで話してたから。あ、キイチ君とかそういろいろ。ネットフリックスであるって聞いて、うん、あ、そうなんや、ネットフリックス入ってるから、それで見始めたんだけど、クソ面白い。クソ面白い。アニメなんか結構大人にハマるやん。いや、ハマるあれは。ケンス君が面白いってさ。うん。でもハマっちゃってね。あれ、ネズコって言うじゃん。ネズコかわいすぎてね。かわいいんだよね。かわいいよね。え、もう全部見たっすか、漫画、最新刊まで。いや、だから単行本は買ってないの。結局、まだ買ってない。ああ、じゃあネットフリックスの。ネットフリックスの、もう全部、今出てるやつは見てる。え、喋ったよ。いや、絶対ダメ。めっちゃ楽しみにしてんだけど。だから、もう楽しいって気づいたから、漫画は買おうかなと思って。いや、マジいいよ、あれ。面白い。しかも、あそこからの方が面白い。まださ、上限とかさ、出てきないでしょ。出てない。全然わかんないけど、そう、あそこがちょっと楽しくなったところで終わっちゃったから、あんなリハビリ施設みたいなところ。はい。一回ね、強くなるところ。3人リハビリしてね。あれ、面白い。あれいいね。ネズボールかわいいんだよな。ネットフリックスが今日見てる、テラハとかね。テラハね。テラハ最新見た？最新、今の。見てないよね、まだ。昨日のやつ見てない。一昨日の夜からだから、俺まだ見てないでしょ。見てない。でも、情報屋キイチ君とか見たやつの人を、めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白いし、今回。言ってた。笑いながら終わったわ、みたいな。笑いながらパターンしたわ。マジでね、入ってみたい。あと、徳井さん帰ってきてほしい。ああ、それね。
それ大事。あのポジション大事だよね。やっぱすごいなと思う。あの目線って大事だよね。副音声で聞いたんですよ。副音声。完全副音声。山ちゃんが面白い。ずーっと喋ってる。ゲラゲラ笑いながら俺見てる。バスとかできないよ。生が隣にいるんだけど、何笑ってんすか、一人。いや、やばいよ。山ちゃんが面白いんだよって。まあね、結構、テラハとかはね、結構盛り上がる。みんな見てるしね。みんな見た、ね、そうそう、昼飯の時見たみたいな、まだ見てないから言わないでっていうのが嫌で、俺も早く見ようと思うんだけど、今週はまだ見てないわ。そう、今週も今週見てないから今日見ようかって言ったら、うん、今日見よう、俺もネットフリックスかな、ネットフリックスとか、ね、まあでも俺は最近あれよ、モンハンスイッチでさ、あのキイチ君のさ、モンハンって古くない？一時期めっちゃ流行ったでしょ。俺らがその、そうなの、中学生とかぐらいの時流行ったでしょ。今またまたそのスイープってあるじゃん、うん、あるやつ、うん、あそこでまたモンハン出て新しいのがちょっと前だけど、うん、で、キイチ君とか京介とか清原とかゲーマーだね、あそこら辺さ、しかもゲーム上手すぎてさ、あなんかランクみたいなのハンターランクみたいな、俺2なのかな、何そっち7とか8とかですごいんだ、それはめちゃめちゃ強そう、それはすごい、あのその人たちのクエストの怪獣とか敵そのを倒しに行くと、俺の剣じゃ一回も切れないよ、ね、弱すぎて切れ味なさすぎて、ゲーマーなら一番、ゲーマーはね、京介、京介結構やってる、結構やってるね、一時期みんなでなんか荒野行動とか流行ったの、うんうん、やってた、荒野行動、荒野マジうまかったよ、いや絶対下手、何かやめっちゃうまかった、絶対下手だった、実際ちょっとゲーム系苦手だね、苦手、全然できない、ゲームハマったらだよ、くんだけどね、ハマるまでがもう32歳の頃になってゲームなかなかハマれないからさそうね、うん、前さそれこそさ、うん、あとモンストね、あモンスト、うん、モンストミクシーの、うん、我々スポンサーだからモンストだったら、モンストとか入った時高校生とかだったんだ、そんぐらいだよね、うん、俺とか全然世代じゃないの、そうっすよね、うん、俺らは、俺らのちょっと下ぐらいがめっちゃやってた、ミクシーがスポンサー、エクスラグがスポンサーになって、あ、じゃあちょっとやってみようっていうので始めたぐらい、やってる、今もうやってないけど、それこそさ、うん、今、鬼滅の刃でさ、うん、コラボしてるの知ってる、あ、らしいらしい、それでまたグンが来てるらしいからえ、今もですね、鬼滅めちゃめちゃ人気やばい、やばいでしょ、どこ行ってもワンピース超えたんでしょ、だってもうそうなの、ワンピース超えたっつってた、何かワンピースのその部数、本の部数みたいな、言ってた言ってた、ワンピース超えっつってそんなにやばいんだ、うん、いや、何の人だよ、いや、俺は実際流行る前から知ってたけど、ね、正直、いや、なんで知るの、なんで知ったの、いや、ネットフリックスでこう何か見せて、ちょっとこれ面白そうだな、センサーの人ですかね、選ぶセンサー、いや、やばい聞いたことないな、そのセンスは、あとなんだろうな、クラクラとかさ、前やってたよね、やってた、なんかあれもみんなでさ課金したもん勝ちじゃん、本当にそう、金かけたもん勝ちじゃん、その時さ、俺さ19とかぐらいやったからさ、うん、みんな、俺は結構真面目にさ、こうさ、コツコツやったから、みんなさ、課金でさ、ドーン抜かれるからいつも俺さ、要は相手で下らへん倒しといてヨネクがすごい、うん、そう、なんか代表でも流行ったの、それ、あーらしいね、代表でめちゃめちゃ流行ってて、うん、でそれこそ、本田圭佑君とかは、うん、課金しまくってるから、やばい、めちゃくちゃ強い課金したもん勝ちだったそうなんだね、で一時期代表でもその LINE グループみたいなのがあって、うん、クラクラの、そういうのみんなで集まって、あ、今からやるぞみたいな、攻め行くぞみたいな、バーってやってたけど、チームでも流行ってたしね、チームでさ、もう大体俺とエノさんが下の辺を行くエノさんドラゴンバーやるだけで、ね、ヨネがね、結構ね、意外にゲーマーなんだよね、うん、そう、めちゃめちゃギャンブラーでゲーマーなんだよね、結構意外だよね、ヨネ意外なんだよね、お前星取れなかったら断ち切れされたみたいな、そうでしょ、はぁはぁあったね、懐か
かしいね。今なんだろう、今何流行ってんだろう。今ゲーム、ゲームあんまり携帯ゲームってあんまり今ないね。うん、すごく荒野が終わって地域、そうだね、やってないね今。ちょっと面白いゲーム欲しいな、携帯欲しいね。確かでゴルフ始めようみたいになってるね。ああ、ケイを始めたしね。ゴルフやります。ゴルフやるやるやる。でも最初の方やってた、シオタさんとかいたじゃん。あ、はいはいはい、シオさんがいた時は結構行こうぜっつって行ってたんだけど、シオさんとかいなくなってからやる人がいなくなって、そう、やる人がいなくなってからやんなくなったんだけど、最近またニワちゃんとかもやるし。あ、そうなの。うん、その世代結構やるの。そうそう、上の世代だから。やんないじゃん。いつからじゃん。俺、多いかん時。そう、全然俺ら、俺と同い年とかも。いや、そう、そうそうそう、大分の時に先輩に連れてってもらって、もう教えてもらいながらやってた。いや、ゴルフね、やりたいんだよ。いや、ね、センスない。いや、俺マジセンスある。いや、お前絶対ない。マジで。ケイゴもセンスないの知ってる？動画見た？え、ケイゴ見た動画見た。めっちゃ…タマの動画も見た。タマくん見た。タマこうやって振ったら、クラブが飛んでたりして。打ちっぱなしじゃない。クラブ、やりたいやりたい。ゴルフね、やりたい。ゴルフちょっと今年やろうよ。みんなでやろうっつってんだけど。うんうん、やっぱ紳士ながらこうしてる。紳士、紳士の構成だ。我々紳士はやっぱりジェントルマンだ。ジェントルマンだからね。やってこう、ゴルフやりたいよ。打ちっぱなし行こう。打ちっぱなし行きたい。俺一回打ちっぱなし行ったことあんないけど、ね、ある1回だけあるんですけど、あの右利き用しかなくて、クラブが。あ、左？左、これは左打ち？これ左打ち？うん、左。で、左打ち。あ、左なんだ。そこも左。あ、それ、それめんどくさいね。借りれないね、そうそうそう、下見て。右しかないって言われて。あ、でも買っちゃえばいいじゃん。どうかな、クラブ。中古で全然いいよ。中古で売ってるもん。いや、あれも結構やっぱちょっと、家とかに行くと幅取るっていうのを聞くんですか？あ、取る。俺、車にずっと入れてた。あ、けど今はもうやってないから弟に貸してる。弟がやりたいんですけど、ね、でももう俺や始めるからまた返してる。ちょうど今日ぐらいに言おうかなと思ってちょうど返してる。うん、ゴルフはね、ゴルフやってて、でもマジそう、左利き用がないのに結構。いや、変えればいいじゃん。変えよ、自分で。死ぬでかいよ。簡単でよ。お前、俺のシャンプーも使ってんだろ、ずっと。待って、それはでも、お前、あれよ、え、俺だって、ちょっと半々ぐらいで払うようになってんじゃん。お互い順番に買おうみたいな。そうやったっけ。え、そう、え、やば。なんかすごい俺、悪いな。でも、あれ、めちゃめちゃ他の人も使ってる。使ってるでしょ、みんなのシャンプーみたいになってるでしょ。昨日も強しとかも使ってた。自然に。あいつ、せこんだよ。あいつ、ここだけの話です。マジケチだ。いや、マジケチ。え、なんか、俺らが使ってる時にシャワー来てちょうど、うんうん、ちょっと、ちょ、一回ちょうだいみたいな。多いな。うん、普通にもう何もなく持ってってた、自分で。フォーって。いや、あいつそういうとこなの。ほんとに。俺のあの、歯間ブラシが、勝手に使って、うん、超なくなるの早いの。残り1個になったら、1個だけ残して使わないの。俺じゃないじゃん。俺使ってないですよ。残り1個だけ残してやがって。いや、だからあの俺らさ、シャンプー買うのにも入れよう、最後。いや、入れた方がいい、あれは。そういうなんか細かいのなんだよね、せめぎ合いがね。そうそう、ロッカールームがロッカールームがあるんだろうな。面白いな。時間足りないわけだよ、もうあと50秒。1個めくるんじゃ。どれでもいいよ、どれかめくって。なんでもいい、うん、ちょっとこれ言葉があるね。お互いの思い出話、結構それ今喋ったね。今喋ったよね。なんて言うんだよ、それはリオだと森家やから。まあ森家、森家さん、うん、いや、さんつけたもんね。こいつのずっとよ。まあ1年目ぐらい森家、1年目ぐらいがくんって言ってたけど、もう2年目ぐらいから森家、森家ってなってる。森家か森、うん、え、森、え、森じゃね。一緒にいて楽しい、楽だな。誰と遊ぶ？まあ、どれか世代近いやつじゃない、キイチ君とか、まあ、ゴーとか、まあ、それこそ言わないとか。あれ、フィニー。
という名前です。意外と短い。意外と15分って早いね。普通にずっと話す、うん、というわけで FC 東京 YouTube チャンネル、いろんな選手がやると思うのでぜひ楽しみに見てください。チャンネル登録チャンネル登録よろしく